持ち潮は、海上自衛隊の潜水艦、親潮型潜水艦の11番艦。艦名は、満月時の道潮の呼び名である持ち潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、有潮型潜水艦、持ち潮に続き2代目にあたる。持ち潮は、中期防衛力整備計画に基づく平成15年度計画2700トン型潜水艦。 8115号艦として、川崎造船神戸工場で2004年2月23日に寄港され、2006年11月6日に、同工場第一仙台で挙港された命名、浸水式において防衛庁長官、久間昭夫により、持ちしと命名され、浸水、2007年8月5日に、講師開始、2008年3月6日に収益し、同日付けで、 1> 第1潜水隊軍第3潜水隊に編入され、クレに配備された。600番台の看板号を有する唯一の海上自衛隊潜水艦である。2010年5月31日にリムパック2010に参加するためクレを出港し、6月21日にパールハーバーに到着。8月1日までハワイ周辺海域にて訓練を行い。 同年8月27日頃に、クリエ帰港した。2011年10月12日、米国派遣訓練のためグアム経由で、ハワイ方面へ向けて出港した。10月下旬から12月中旬まで訓練を実施し、翌2012年1月21日に帰港した。現在も第一潜水隊軍第三潜水隊に、所属し、定傾向は5である。ありがとうございます。